滝藤健一は日本の俳優、愛知県名古屋市名東区出身、エージェントオフィスタクト所属、愛知県立天白高等学校卒業後、映画監督を志して上京、映画バレットバレーのオーディションに合格したことを機に俳優を志す。その後、1998年から2007年まで、俳優中台達也主催の俳優養成所、 無名塾に在籍し、舞台を中心に活動していた。無名塾の同期には、牧陽子、内浦淳一がいる。2008年、映画、クライマーズハイに出演。当時は、全くの無名だったにもかかわらず、ワークショップで面識があった、原田雅人監督からオーディションに呼ばれ、合格。新聞記者、上沢修作役での演技が注目を浴びる。同映画の撮影後、 無名塾での10年間のキャリアに一区切りがつき、映像作品に活躍の場を広げるため、無名塾を退塾した。2009年、NHK 土曜ドラマ、外事警察が連続ドラマでの初のレギュラー出演である。この撮影が始まりスケジュール的に厳しくなったため、それまで続けていたレンタルビデオ店、運送会社、居酒屋などでのアルバイトを辞めた。それ以降、大河ドラマ、 両馬伝の小松立脇役や、踊る、大捜査戦シリーズの中国人刑事役、連続テレビ小説、梅ちゃん先生の食堂の亭主役など、脇役として、多数のテレビドラマや映画に出演する。2013年、TBS テレビの日曜劇場、半沢直樹で、主人公と同期の銀行員、近藤直介役を演じ、その影響から、 オリコン調べによる2013年ブレイク俳優ランキングで8位にランクインするなど実力派のバイプレイヤーとして認知度を高める。2014年4月期のテレビ東京系深夜ドラマ俺のダンディズムでテレビドラマ初主演。CM も2014年3月4日からオンエアされたロッテガム、フィット、S リンクが初の単独での広告出演である。役作りでは 撮影前から徹底的にイメージトレーニングをするタイプで呼吸する位置まで決める。それは本番で自分が頼れるものを作るためであるが作ってきた役にあまり固執はしないという。役作りに対してはストイックな一面を持ち映画ゴールデンスランバーで主人公の成形子という役柄を演じた際には坂井人演じる主人公のセリフをべて覚えドラマ S, S 最後の警官マイナスで末期がん患者の役を演じた際にはゲスト出演にもかかわらず役作りのために1ヶ月で約1 0キログラムの減量をした。私生活では2009年に無名塾時代の後輩で栄養士の女性と結婚。三男と一女の四児の父である。特技は和太鼓、殺人、書道、草笛。2014年度2015年度。 ありがとうございます。